珍しい女だと思うんですが、チンチンパンダ見る感じで見てやってください。普段多分あんまりお目にかかれない感じだと思います。こちらも千葉県の四街道から目だろうか。こちらの隣なんですけどね、桜よりはちょっと都会になりますね。変わんないよ、四街道。白曲をやらせていただきたい。次長大丈夫ですか？管理職はもう人に怒られないからね、こうマイペースで嫌ですよね。だから何年経っても部長になれない次長って言われてる。長いよね、次長。高橋次長。はいはいはい。あれ、これ音出てる？出てませんね。はい、じゃあオールマンの名曲をやらせていただきます。ミッドナイトライダー。
初めて会う人たちはここの真ん中の人がどうもアリゲーターって言ってると思うんで、何言ってんだろうと思うかもしれない。こういう人がね、むしろアリゲーター組っていう名前で出てますんで、それでそのアリゲーターとどうもアリゲーターが分かる。説明したらちょうどさくね、これ分かんないとちょっと何言ってんの、それでどうってんだか言ってます。そういうことをちょっとね、ちょっと真面目か、さすが次長、ちょっと真面目か、どうもアリゲーターね、覚えてもらってます。オールマンナンバー、次はちょっと難易度というのをね、やらせていただきたいと思います。あ、じゃあ、この辺で名場失敗しましょうか。じゃあ、こちらのイケメンからおめでーす、高橋修めっちゃかっこいい、オンドラマンス、まさとめちょっと髪の毛伸びちゃいました。そしてこちらのイケメンギターボーカル GK、 改めて高橋次長でギターボーカルアリゲータクミです。アリゲータクミもアリゲータThank you.
だから明日はまだ休みか、来週から梅雨入りするそうですが、梅雨をカラッとぶっ飛ばしましょう。またイケメンが歌います。Yeah.
おーベイベーおーベイベージャストンノー